CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。8月29日土曜日のこのリビングライフの分かち合いを始めていきたいと思います。タイトルは、主の道に立った人は世でも幸いです。聖書の箇所は箴言の8章の1節から21節です。今日のこの箇所は本当に神様の知恵に本当に聞き従っている人っていうのは神様と共にいて、また神様はまたその富の中にもいらっしゃって、与えるものにはたくさん与えられますよというようなこの御言葉です。私たちこの人生の中においても神様の恵みがいっぱいあるんだなということも聖書は約束している。そのことを通しながら私たちまた恵みを受けていきたいと思います。箴言8章1節から21節。知恵は呼ばわらないだろうか。英知はその声を上げないだろうか。これは丘の頂、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのない者よ、分別をわきまえよ。愚かな者よ、思慮をわきまえよ。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい。そのうちには曲がったことや横島はない。これは皆識別する者には正直。知識を見出す者には正しい。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。知恵である私は分別を住処とする。そこには知識と思慮とがある。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。富と誉れとは私と共にあり、尊い宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。それでは本文の中に入っていきたいと思います。まず、そこにも書かれてありますように、皆さんのお手元リビングライフにも書かれてあるかもしれません、知恵の招きと書いてあるんですが、1節から5節まで、本当にこの知恵は
まあ呼ばわらないだろうかというふうなことを言ってですね、いえいえ呼ばわりますよという約束をね、用いるわけですよ。簡単に言うとですね、神様の本当に知恵はね、黙っていませんよということをですね、こう語っていくわけです。神様は本当に寡黙で沈黙で何も語らないような方じゃない。私たちがこの生活の中でですね、こうずっと歩んでいても何も語ってこないわけではなくて、聖書は必ず私たちが開けばですね、本当に私たちを指し示すようなですね、御言葉がたくさん書いてあるわけですよ。また私たちの本当にその聖書の御言葉を読んでいるならば、私たちはこの生活の中において私たちの心にズキズキと、あ、これは正しいだろうか、これは正しくないだろうか、何かモヤモヤしてくる、ゾワゾワしてくるような、そのような感覚を私たちの心に与え始められますよね。かつては罪は罪でもなかったようなものが、聖書を読んでいると、うわ、これも罪、あれも罪だというふうにですね、いろんなことが示されてきます。いや、今まではですね、全然良かった、嘘も方便なんだっていうような感じでですね、商売をしていてもですね、だん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 それを商売することが難しくなってくる。正直者がバカを見る、そのようなですね、何かそのような苦しみを味わうかもしれません。けれどもですね、本当にザーカイがね、こう救われた時にはですね、今まで騙し取っていたものの4倍を返しますよ、なんていうふうなことがなされていくわけですけれども、本当に私たちが変えられた時、知恵が私たちの中に、神様の愛が私たちの中に語られる時、私たちの中に変化が現れてくる。でもその声に聞くか聞かないかが問題なんですね。ザーカイっていう人もですね、変えられたことがありましたけれども、この人は悪い人だったんですね。税金を集める人でしたけれども、ちょろまかしていてですね、それを自分の富としていたんですけれども、じゃあこの人はですね、いつもいつもですね、この全く聖書の知識もなく、罪を罪だとも思っていなかった。いや、この人は実は罪は罪だと思っていたと思います。ですからイエス様っていう方がですね、来られてですね、あなたの家に泊まりますよ。で、そして今日本当に救いがこの家に来ましたと宣言する時にあたってですね、本当に彼が告白したことは、今まで取ったものの貧しい人に4倍にして返していきます。誰も4倍にして返しなさいって言ってないです。盗んだものを返せばそれでいいわけですけど、4倍にして返します、ね。罪が本当に示されていて、イエス様から愛された時にそれが溢れ出ていったんですね。でもザーカイは今までそれを聞きませんでした。でも聞いた時に変わったんですよ。だから私たちも本当にこの知恵の言葉、聖書は今も語っている、その知恵の言葉に耳を傾けましょう。それを聞きましょう。御言葉に耳を傾けましょう。それに注目し続けましょう。そのことによって私たちが心を開き、目を開き、そして頭の考えもですね、開いてですね、この神様を見上げるときに、私たちに何か示唆が与えられて、変化が与えられているということを思うことができます。また6節以下13節までですね、本当にいろいろなことが書かれてあります。とにかく主の語られること、まあ御言葉というものは正しいんだね、これは悪とは全く真逆なんだ、本当にまっすぐなんだ、曲がっているものではありませんということなんですね。で、これだけの本当に基準をはっきりしているということは何かというと、この金銀よりもちゃんとした知識、知恵というものを得ることは本当に大切なことなんだよということなんですね。金銀はその場でなくなってしまっていってしまう、使えばなくなっていってしまうようなものですけれども、知恵は金銀を生み出すような原動力になりますよというわけなんですね。もっと根源的な大切なものを捉えましょう。でもこの信玄というものの中にずっと貫かれているこの知恵とは何か、これはもう本当に初めから守備一貫ずっとしてるんですけれども、主を恐れること、主を知ること、神様を恐れること、神様を知るっていうこの恐れから来ることが本当に知識の始めだ。まず第一番目のものを第一番目とするということです。そうすると私たちの生活に優先順位が決まってきます。一番目のものを一番目にしていないので、私たちの生活は優先順位が定まりません。ですから優柔不断になります。何をしたらいいかが分かりません。全ての世の中のものは良いものですけれども、神様を見上げた時に優先順位が決まるわけです。
皆さん、例えば家族で旅行に行くっていうのは素晴らしいことですよね。私それ本当に素晴らしい、神様の本当に与えられた家族、神様を賛美しながらね、こう旅行に行けたらいいなと思うわけです。ところがですね、礼拝をしなくても家族を取りますよ。それはその自分の与えられた教会ということには限らずですね、礼拝をないがしろにして、今日は家族旅行だから礼拝はしなくてもいいよというふうになっていくとですね、これは第一のものがですね、第一でなくなってきていっている。礼拝をないがしろにして、家族旅行行ってもいいですよ。私立家族旅行行ったとしても礼拝は守ってください。礼拝は礼拝ですね。家族で礼拝をする、近くの教会に行く、それは本当に守っていってほしいなと思うことですね。でもそれがずれていってしまうとどうなるかっていうと、だん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 自分中心になっていき、またその優先順位が壊れてきます。良いもの、最も良いものが別の良いものに置き換わってしまいます。最後はどうなりますか？最も良い神様が私と置き換わってしまいます。ですから優先順位が崩れていきます。でも優先順位がはっきりしていると、本当にこう私たちの歩む道っていうものがはっきりとしてきます。そうすると、神様に喜ばれることが私たちの喜びになるのであれば、まあ、こうもし今見られている中に学生さんたちがいたらですね、進路とか迷ったりもする、ね。いろんな道があるわけです。ある人は看護師さんになりたい。ある人は芸能人になりたい。いいですよ。でも神様の栄光のなるために、私に与えられた賜物として何ができるかになると、スパッと出て、その代わりノーにはノーと言えることができるようになるんじゃないかなという、その正しい判別力、分別力というものが、優先順位がはっきりした時に、一番大切なところに一番大切な方がスパッとはまっていると、意外と優先順位がはっきりとします。ですから私たちはそのような歩みをしていったらいいかなというふうに思います。でも面白いことに、14節以下はですね、まあこの知性の中にある人はですね、まあさまざまな富もあるよということなんですね。この富はさまざまに与えられていきますが、この17節ちょっと見ていただきたいかなと思っています。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける、とこのように書いてあります。そして富と誉れとは私と共にあり、たっといたからものと義も私と共にある、このように書いてあるわけですね。まあちょっと想像してみてください。全ての人が神様の前に出ているとします。全ての人が神様の前に背を向けているとします。しかし一人だけパッとこちらを振り返ったとします。神様がその人を見逃すでしょうか？またその人も神様を見るでしょう。神様は簡単に私たちをその求めるものを言い当て探します。でも私たちが、でも何を求めてこの知恵を求めるかということなんです。まず第一に私たちが求めているものは一体何なのかということが大事。神様を愛していれば、いや、この私たちは飛んでいくよ、財産もあるよ、義もあるよ、知恵も与えられるよ、そのようなことが約束されているわけですけれども、大切なことは何ですか？私たちの目的は知恵ですか、財産ですか、お金ですか、それとも何か別なものなんでしょうか？少しちょっと考えてみましょう。知恵というものは本当に素晴らしいものなんですか？今タイトルにも出たように、あなたは何のためにこの知恵を求めますか、ということなんですね。先ほども聞いたように、富とか名誉とかで、
財産、まあ、そういう、まあ、同じようなことばっかり言ってますけれども、そういうようなもの、これも神様与えますよということも約束されていますが、それが目的なんでしょうかとなると、やはり聖書はちょっと違う視点を求めています。何かって言ったら、まず神様を愛するということですね。神様を愛する者には神様を惜しみなく与える。私たちはこの富とか知恵をこう求めていくのではなくて、神様を愛するがゆえに、それを求めるがゆえに、本当に私たちに本当に与えられているものを感謝していく、このことがですね、非常に大切なんじゃないかなということを思います。私たちの第一義は何でしょうか。先ほど優先順位って言いました。私たち第一義が神様であれば、すごくそれが恵みと感謝にあふれているわけです。ところが、それが、私たちの第一義求めるものが、知恵を通して求めるものが何ですか？お金になってしまったら、もうこれはまさしく偶像ですよね。財産であってもそれはおかしいわけです。家族の幸せであってもそれはおかしいわけです。まず神様の国と神様の義をまずやはり第一に求めていくというのが本当にやはり大切なことじゃないかなって思います。皆さんに、知恵が与えられれば富も財産も与えられることがありますけれども、そこがゴールではありません。その富と財産はあなたを幸せにはしませんけれども、神様を知っているということはあなたを幸せにするのではないでしょうか。